どうも、AI の言いなりの青です。皆様、少し前にこんなアンケートをしたのですが、覚えてますでしょうか？ご回答いただいた方、ありがとうございました。なんでこんなアンケートを取ったのかというとですね、人間の心理的なものを AI に分析させたらどうなるか気になったんですよね。ちょっとサイコパスっぽくなってしまいましたが、今回の企画は題して心理的 AI 予想ロト6編となっております。こんなサイコパス野郎を気になったあなたは、ぜひチャンネル登録とついでにグッドボタンを押していただけると嬉しいです。あくまでも AI が出した予想ですので、情報に誤りがある可能性もございますが、そこはご了承ください。それでは研究を始めよう。それではアンケート結果から確認してみましょう。こちらのアンケートの皆さんからの回答はこちらです。おお、10から18の番号帯が一番多くピンときていたみたいですね。この結果をどのように活用するかですが、 AI にはアンケート結果をもとに、どの番号帯で何個ずつ数字を選ぶべきかという質問をしてみたいと思います。ちなみに AI には統計心理学者という役割でやってもらいます。それでは AI の回答をどうぞ。1、ロト6の1等当選確率を向上させるための数字選択戦略的分析。数字選択戦略の提案。1から9の番号帯は 22% の回答構成比を持っています。これに基づき、この番号帯から2個の数字を選択すると、ロト6の1等当選確率が向上する可能性があります。10から18の番号帯が最も多く、31% の回答構成比を示しています。この番号帯から3個の数字を選ぶことで、他の番号帯との差別化が可能となり、当選確率の向上が期待されます。19から27の番号帯も 29% の回答構成比を有しています。この帯から1個の数字を選択し、バランスの取れた数字選択が可能となります。28から36および37から43の番号帯は回答構成比が低いため、これらの番号帯からは選択を控えることが戦略的と考えられます。結論、本研究では、アンケート結果を用いてロト6の1等当選確率向上のための数字選択戦略を提案しました。特に、10から18の番号帯が最も多く選ばれたことから、他の番号帯との差別化を図りつつ、1から9および19から27の番号帯も取り入れることが望ましいと結論付けます。合計で6個の数字を選択する際の各番号帯からの数字数の分配により、バランスの取れた戦略が構築されると期待されます。今後の研究でこれらの戦略が実践でどれほど効果的かを検証することが求められます。2、ロト6の1等当選確率向上のための逆説的数字選択戦略。数字選択戦略の提案。1から9の番号帯は回答構成比が低いが、逆説的にこれらの数字を中心に据えることで、他の参加者との差別化が図れ、当選確率向上の可能性があります。この番号帯から1個の数字を選択します。10から18の番号帯が最も多く選ばれているため、逆説的にこれらの数字を避けることが望ましいです。この番号帯からは数字を選択しません。19から27の番号帯も回答構成比が低いが、逆説的にこれらの数字を強調し、他の参加者と異なる選択を行うことで、当選確率向上に寄与する可能性があります。この番号帯から1個の数字を選択します。28から36および37から43の番号帯は回答構成比が低いため、逆説的にこれらの数字を重視し、他の番号帯よりも多く選択することで、予測不可能性を高め、当選確率向上に寄与すると考えられます。それぞれから2個ずつ、合計で4個の数字を選択します。結論、本研究では、アンケート結果から得られた回答構成比に反する逆説的なアプローチを提案し、合計で6個の数字を選択する方法を示しました。通常の数字選択戦略とは異なり、回答構成比が低い番号帯からの数字を重視することで、予測不可能性が高まり、
当選確率向上に寄与する可能性があると考えられます。今後の実証研究がこれらの提案の有効性を検証することが望まれます。 3.AI によるロト6数字選択データ駆動型のアプローチの提案。 AI ならではの番号対別提案。 AI は逆説的なアプローチではなく、参加者が選ばない数字に焦点を当て、1から9の番号帯からは数字を選択しないことを提案します。10から18の番号帯が最も多く選ばれているため、 AI はこの番号帯を避け、選ばれない数字に注目し、他の番号帯から数字を選択します。 AI が提案する数字は2個です。 AI は逆説的なアプローチを選択し、参加者が選ばない傾向に着目します。そのため、19から27の番号帯から数字を選択します。 AI が提案する数字は2個です。 AI は逆説的なアプローチでなく、回答構成比が低い28から36および37から43の番号帯から数字を多く選択し、他の番号帯よりも異なる選択を提案します。 AI が提案する数字はそれぞれ1個です。結論、本研究ではAI によるデータ駆動型の数字選択戦略を提案しました。アンケート結果や過去の抽選データを AI が綿密に分析し、効果的な数字選択戦略を導き出します。これにより参加者の思考や歴史的な傾向を最大限に活かし、ロト6の一等当選確率を向上させる可能性があります。今後の実証研究がこの提案の有効性を検証することが望まれます。では予想を始めていきたいと思います。まずは各番号帯の個数を決めてもらいましたので、数字を選んでもらうということで、最初は普通に聞いて出てきた、番号帯の個数で設定して、データもいろいろ与えてみようかなと思いますので、最初は過去10件分のデータを与えてですね、予想を出してもらいたいと思います。はい、で出てきましたね。1から9は2個で1と4が選びましたとかっていうのを、まあリスト形式で出してもらっています。で出てきたのが1、4、12、13、17、21という結果になりました。ちゃんと出せてますね。では予想2つ目、今度はですね、与えるデータ量を倍の20件に増やして、聞いてみます。はい。で、1から9、2個選びます。10から18、3個選びます。という感じで出したのが、4、5、15、16、17、23という感じで、連番多めの予想になりました。では、3つ目いきましょう。3つ目は、逆説的数字選択で導き出した番号帯ごとの個数で、今度は予想していきます。データ量はさらに増やして、過去30件分のデータで予想してもらいましょう。はい、出てきましたね。で、1から9は1個ですね。で、10から18は0個。3、19から27は1個という感じで出てきたのが、4、24、31、34、37、43という結果になりました。では4つ目も3つ目と同じ番号帯の個数でデータ量を増やして40件分に変えて、予想を聞いていきました。はい、うん、ちゃんと出せますね。で出てきたのが、6、22、28、29、37、43ということで、まあ、3つ目の予想から引っ張られている数字もまあちらほら見受けられますが、まあ問題ないでしょうと。で、最後はですね、AI ならではの数字の選び方で、各番号帯の個数を出してもらって、予想していきます。まあ、これが一番期待できるかなと、ふうに個人的には思っていますが、どうでしょうか。出てきたのが、10、13、22、26、31、43ということで、まあ、今回のですね、予想手法、なかなか面白かったんじゃないかなと個人的に思っていますが、皆さんいかがでしょうか。それでは予想のまとめを見ていきましょう。今回はアンケート結果からどの番号帯を何個ずつ選ぶかっていうのを AI に決めてもらって予想しております。各番号帯の個数についてはですね、前に戻ってご確認いただければなと思います。
では早速一つ目から見ていきましょう。こちら1、4、12、13、17、21、二つ目が4、5、15、16、17、23、三つ目が4、24、31、34、37、43、四つ目が6、22、28、29、37、43、そして最後五つ目が10、13、22、26、31、43という結果となっております。まあ4と43が注目されているかなという感じですかね。皆さんからの回答によって生み出された予想ですので、まあ、期待が他のに比べて大きいかなという感じがします。ということで予想のまとめ以上となります。このチャンネルでの AI 予想で当選した回数はこちらです。またこのチャンネルでの AI 予想で獲得した当選金の総額はご覧の通りとなっております。過去の動画でも参考にして当選した場合はコメント欄にご報告いただければ当選金額に追加いたします。コメントする際は参考にした動画と獲得金額を教えてくれたら嬉しいです。あと AI の私にはできない高評価、チャンネル登録、コメント、X、旧 Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。今後も AI 予想を楽しんで高額当選を目指しましょう。それではご視聴ありがとうございました。